どうもアスリートリンクの浦浩二です。今日の動画は中学生高校生大人の方も必見スタートが早くなる SD ポイント再生になります。超ためになるスタブロ講座を今日はアスリートリンクのスタートがめっちゃ早い岡崎コーチからアドバイスをもらおうかなと思います。岡崎コーチー、こんにちは。岡崎コーチです。アスリートリンク1、九州1、日本今シーズン絶好調の岡崎コーチに来てもらいました。もしかしたらね、ちょっと岡崎コーチ誰やっていう人もねおるかもしれないんで、岡崎コーチがどれだけすごいか、こちらの動画をどうぞ。はい、早速スタブロ教えてもらいましょう。では行きましょう。レッツゴー。じゃあ早速ね、岡崎コーチから教えてもらいたいなと思います。はい、じゃあまずポイントの一つ目ですね。ポイントの一つ目は前足のブロックに足が垂直になるようにしてください。どういうことかというと、前足お尻上げた時にこのブロックとこの足がですね、ここですね、垂直になるようにしてください。なぜ垂直にするかっていうと、力を加えた時に一番返ってきやすいのが垂直に足を下ろした時になると思なる足を下ろした時になるので、ここでしっかり形を作って出るようにしてください。ポイントの2つ目です。はい、ポイントの2つ目は足が後ろで伸びきらないようにしてください。ほう、どういうことかというと、よくスタートの写真とかで足が後ろでこう伸びきった姿勢でよく写真とか見ると思うんですけど、それ実は間違いで、足が後ろ伸びきっちゃうと足が遅れる原因になるので、伸びきる前に足を素早く前に持ってくるのを意識してください。はい、じゃあちょっと実際にやってもらいましょうかね。はい後ろ足に注目してください。はい、早すぎてわからなかったと思うんでスローモーションでどうぞ。はい、ポイントの3つ目は、まあ、今まで1つ目2つ目と言ってたんですけど、試合では思いっきり出るです。やっぱり練習で考えながらやるのはとっても大切で、試合でも考えながらやっちゃうと本気の出し方というか、もう 120% 出さないといけないので、ただ音が鳴ったら出るを意識して思いっきりやってください。そこで思いっきり出るためには、さっき言ったポイントの1つ目とか2つ目を反復練習をして自分のものにすることが大切ですので、そこを意識して練習に取り組んでください。はい、ありがとうございます。じゃあ最後に1本本気のお願いします。いいですか？はい。
お疲れ様でした。はい、じゃあ今回はですね、スターティングブロック、スタブロのポイントをね、3つ紹介させていただいたんですけども、まあ、アスリートリンクではですね、各種目のスペシャリストがいるんで、例えば 100m 走だったり、走り幅跳び、三段跳びも今後動画上げていきたいなと思ってますので、チャンネル登録して動画が上がるのをお待ちよろしく頼む思います。もしこの動画がいいねと思ったら、ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた次回の動画をお楽しみに。バイバイ。バイバーイ。OK。